おはようございます。7月16日、10時8分、モーニングショットをお届けしたいと思います。えー、本日、ドル円でございますが、109円の97、100円の07で戻り売りから、100等円の25でストップ、109円の7060での買い戻しを。ユーロドルは1.183545で売り、1.1865でストップ、1.179080で買い戻し。 ユーロ円は129円の90130円ちょうどで売り130円の30でストップ129円の5040で買い戻しポンド円は152円の3040で売り152円の65でストップ151円の4030買い戻しタイドルは1.385060の売り1.3890でストップ 1.3810ちょうどで買い戻し、OG 円は81円の78、88で売り、82の20でストップ、81の2515で買い戻し、タイドルは0.74、4555で売り、0.74、85でストップ、0.73、90、80で買い戻し、ニュージー円は買いで えー、76円の7565で押し目買い、76の40ストップ、77の1727で利食い、タイドルは0.698575でこれも買いで、0.6960でストップ、0.703040で利食いをイメージをいたしました、まあ、ドル円に関しましては、えー、昨日100等円の10の売りを置いて、あと1.1銭届かずで、えー、下落をして、まあ、ちょっと悔しい思いをしました。 あんまりあの垂らして売りたくはないんですけど、まあ、できるかぎり、えー、109円の実は前半ぐらいまでは、実はあの引きあ、110円のですねあの前半ぐらいまでは、えー、実は引きつけて売りたいなという気がしておりますが、えー、差し値は多分100等円の、今あの、自分でイメージしておりますのが、100等円の丸ごで、えー、売りを置くつもりでおります。 まあなんとかですね110円台引き付けて売って9円台の買い戻しをでこれが素直にあの上に上が,上がられて2号を超えでたらまあ一回切ってもう一回100頭円の五丸の手前を売って様子を見るというような形になるかなとそんなイメージで見ておりますまあなかなかね、えー、方向感あっててもやっぱりあ,あとわずかで届かずというのはやっぱり辛くて。 次に落っこってったときに、あもうだめなのかなと思って、今度、追っかけて売ると、今度そこで反転されるというケースがやっぱり多いので、えー、週末ということもありますし、あまり無理して、今日は下を売りたくないなという気がしています。100等円の丸ごですら、もしかすると、自分の気持ちが結構、ベアになって、売りを本来、売るべき水準よりも下げ,下げちゃってるのかなという気もしないでもないですけど。 まあなるべく自分の行動を俯瞰的に上から見て、あまり無理するなよということであれば、えー、まあ、金曜ということもあるんで、あんまり今日は無理をしたくないなというのは本音でございます。また何かございましたらよろしくどうぞお願い申し上げます。えー、これでモーニングショット終了です。